はい、自分の中でこれだけは譲れないというこだわりはありますか？これだけは譲れないは、うん、まあ、やっぱゲーム作りでさっき優先するって言ったのと同じですけど、うん、まあ、自分が面白いと思わなかったものは絶対にこう、うん、あの、動きを出さないと、うん、はい、うん、まあ、みんなそうだと思うんですけどね、うん、まあ、そうだと思う。なんかこう、ルーチン的なものってあるのかな？ゼロですね。これがそうです。ちょうど先週、小説家さんと、二人でご飯食べてて、うん、で、その時にやっぱその人はルーチンがあるって言ってて、あの、仕事を始める時は絶対このサントラみたいな。はぁ。で、乗ってきたらこのサントラみたいな。へぇー。で、深夜のファミレスが書く場所。あ、で、絶対決まってるみたいな。作家さんって感じやな。で、それでやっと乗ってくるって言って、で、そういうのありますかって言われて、いや、ないですって言ったらすごいびっくりして。ちょっとどんどん変わりたいみたいなのもあるんで、変わりたいよ。ずっとずっと同じじゃ嫌やみたいな。そうですね。はい、ああ、なるほど、ね。あんまり決めないって感じ。まあ、俺もないんやけど。まあ、この辺はね、国よりだろうね。でもこういう作業をするときは絶対こういうところだとか、そういうのもないかな。ないね。まあ、基本、はい、なんだろう、物を書くときは、はい、ちゃんとペチペチやるキーボード。はい、で、反応があるやつ。そう、はいはい。それでちゃんと書きたいって、はいはい、じゃないとやっぱこう集中しにくいっていうか、はい、だから会社戻れるタイミングだったら、もう、なんなら会食行って、飲んで終わった後、会社戻ってきてから原稿書いたりっていうのも、やるぐらい、やっぱそこでやりたいってあるけど、ただ、そればっかり言い出したら、うん、会社にいないと物書けないねになっちゃうから、そうですね、もうひどい時はだから飛行機なんでスマホで書いてるって言えば、そういう時あるし、はい、やりにくいなって思いながらやっぱやってるけども、はい、なんで、特定のなんかこう、スタイルじゃないとできないっていうふうにはもうあんま決めないようにしてるね。そうですね。うん、いやなんかこう、シナリオ書く上で、意外と僕集中してないのも意外と大事だと逆に思ってて、言い訳ですけど、なるほど。いや、本当だね。言い訳ですけど。いや集中してないと、うん、集中してないものの見方ができるんですよね。ああ。入り込んじゃうと、うん、結構独り善がりになっちゃったり。はいはい、わかるわかる。集中してないと結構客観的に見れたりする。はいはいはい。そういう意味では、こう、いつもの仕事じゃない、すごいやりづらい環境とかでやってみると、うん、違うように見えたりすることがあったりするから、うんまあ、そういう意味では本当、もう決めないでいろんなやり方をやってるんですよ。うん。うんまあ、それはもう本当、逆によるだろうね。はい。人によっては本当、その環境じゃないとできない人もいるからね。はい。うん。まあ、けどゲームクリエイターは割と、その辺は変幻自在な方だと思うけどね。気分をリフレッシュする方法は？リフレッシュしないっすね。しないの？気分をリフレッシュしないっすね。ありますか？これだと漫画やね。ああ、うん。なんかどん詰まったり、うーんってなった時とか、はい、あと凹んだりとか、はいはい、した時にも必ず漫画やね。漫画読んで、まあ、集中して漫画読むからさ、はい、それこそホテルのお風呂の中とかの漫画読むんだけども、はい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 、これ読み終わって、まあ、物に読み切りなんで、漫画だって当たり外れがあるから、はい、それでこう、で、漫画は自分でベースで決められるのがやっぱり良くて、はい、それでこう見て、やっぱ自分に刺さる、うまかったっていう漫画を読み終わった直後は、完全にリフレッシュできてね、はい、まあ、奇妙な充足感というかね、それはやっぱあるね。はい、一番スッキリみたいな時が、まあ、たまに集中して仕事するんですよ、たまに。そうそう。月に1回ぐらい。少ないな。そう。月に1回ぐらいめちゃめちゃ集中して仕事できた日があって、はいはい、その夜が一番こう、スッキリしてるんですよね。ああ、すごいな。スッキリしたーっていう。お仕事集中リフレッシュ。そう。そうですね。お仕事集中リフレッシュですね。かっこいいな、なんか、おい。でもほんとスッキリしますよ。あまりだ、それはね、わかるよ。集中して仕事して、はい、まあ、例えばこう、なんか書き上げた時で、はい、自分で何回読んでもこれうまくいったっていう時の、はいはい、このスッキリ感はやっぱあるな。はいはい、そうですね。うん。まあ、油断はしないけどね。はい、翌日の朝、もう一回、もう一回改めてっつって、それから翌日見て、はい、間違いないってなったら、やっぱ、こう、まあ、二度スッキリするね。はいはい、はい。それは、さあ、仕事のモチベーションを維持するコツ。仕事のモチベーションは、もう、シンプルに、嫌なことはしないっていう。はいはいはい。まあ、でも、そうじゃない？そうですね。でも、モチベーションがあったりなかったりとか、上がったり下がったりっていう気持ちがわかんなくて、はい、基本的に、モチベーションで言うって、なんや、やる気やん。はい。やる気ないやついないしさ、やる気になれないことはしないじゃん、そもそも。上がったり下がったりもね、意地が減ったくれもないと思うけど、めちゃめちゃ残酷なことを言う
かもしれないけど、好きなことだけをやり続けられる人ってこう、ある意味恵まれる人だと思うんですよね。はいはいはい、ある程度実績を上げてたりとか、成功したりとか。うん、でもやっぱこう、こういう業界でいる人たちってみんなある程度そこを目指してるわけじゃないですか。自分のゲームの代表作とかじゃなくたとしても、この分野のこれだったら負けねえとみたいな感じで、みんなそこのトップを目指してるわけじゃないですか、ある程度。うんうん、でそういうことを考えると、そのモチベーションを維持しないとできないような仕事をしている段階でもうダメだなっていうか、うんうんうん、そういう人たちの相手をしてらんねえみたいな。うんうん、から、そういうのを、そうですね、どうやってモチベーションを維持してるんですかみたいなことを聞いて、うんまあ、学生とは別ですけど、ね、まあね、で同じ業界に来たりしたら、うん、分かるけど、やっぱあれやな、今日の子だか勝ったか、かっこいいやな、はい、いや、あれやな。これ生放送じゃないじゃないですか、うん、生放送じゃないってことはやばいこと言ったらカットされるじゃないですか、うん、そうすると無駄な量力じゃないですか、うん、だからそういうことで井戸端会議みたいな時はやったらみたいな感じおかげでできるんですけどだから無駄な労力じゃないですか普通に払うほどね